はい、皆さんこんにちは。深夜です。こちら深夜のラジオマンジャックです。今もうね、何時だ、ちょっと見てみよう。0時29分30分ですね。実はいつものラーメン屋に行こうと思ったら行けなくて、違うラーメン屋行きました。小坂さんと一緒です。でね、ラジオマンジャックもそろそろ開始しなきゃいけないな、本当はみんなでワイワイやりたいんですけど、酒飲んでちょっとね、とてもね、そんな状態じゃなかったんで、深夜一人で撮ることになりました。ラジオマンジャックですよ。でね、さっきですごいお店発見しました。ラーメン屋です。美味しいかどうかは皆さんの好みね。で、そこのお店は味噌ラーメンと塩ラーメンが、主催のお店屋さんで、行ったらいつも座るな。で、今日も行ってね、うわ、マインと思ったら、で、若い子たちがお部屋、場所を開けてくれたんですよ。でね、食べました。それでビール飲んでね、あと食後は餃子食べて、お酒飲んだり。で、コロナの影響どうですか？全然ないですって。すごくない？コロナの影響なんか全然ないです。いつも満員。どんなようなお店って何が違うんだろうなと思ったね。やっぱり人間って食べて生きていかなきゃいけないのに、みんなが行かないってことはやっぱり工夫が足らないのかななんて思ってました。あ、時間経っちゃった。ラジオマンじゃーく言わなきゃいけなかったんだね。うん、まあいいでしょう。はい。まあ、そんなわけで、そういう生活をしつつ、私たちは小坂さんと2泊3日小坂さんがね、滞在します。で、僕の予定ね、実はね、4月の20日ぐらいから、東京と静岡行って、静岡、ここへあります。この話したいの。で、ラジオ盤弱だからあんまり深刻に話してもしょうがないんだけど、みんなお客さん来ないで困ってるでしょ。だから僕言いたいのは、イタリア料理の店でどうせやるんだったら、免疫力を高めるレシピのイタリアンっていうのをやったらいいかなと思ってんだ。で、それを考えてね、コロナウイルスだけじゃなくてインフルエンザとかそういうのをやるために食生活って人間一番大事じゃないね。で、それとマジックと重ねて、実は田島さんとコラボでもやろうかななんて思ってます。うん、そうするとなんかいいことがあるんじゃないかなってことで、ちょっと企画をしてるとね。だからその免疫力を高めるカクテルとかね、そういうようなやり方を考えれば、ちょっとこれがいいとか俺調べるからさね。そして、グリーンベレットとか、要するにこれは静岡ね、やったらいいんじゃないかなと思って、結局飲む言い訳かなっていう感じですね。要するにね、健康にいいも悪いもあるんですよ。やっぱり当たり前のことだけど、日本酒は糖分多いとかね、ウイスキーはなんとか、ワインはいいとか。だから僕は場合によってはワインを勧めたいんだけど、うん、そういうところでもただ単にワインを飲めばいいわけじゃないし、ワインに合う食べ物とかそういうつまみも含めてね、で、要するにコロナに負けない、全ての健康に負けない、そして最高の、そうだな、マジックを見ようというような企画をやります。伊藤マンがまたね、動いてくれました。ありがたいですね。そんな形で、ラジオを撮ってますけど、なかなかね、話題に乏しいです。で、今神田さんの最近の鶴崎の生活っていうのは、本当に鶴崎でラジオをまずアップして、通常ね、あと作品なんかも考えて、いろいろマジックの世界として、5月引退したけど、このままじゃ引退できないね。キャスルもあれだし、だからもうちょっと考えて、みんなと一緒にマジックを語ろうかなと。日本だけじゃなくて、でしばらくはしょうがないです。もう僕もね、諦めました。オリンピック延期ってね、僕の政治家仲間たちから聞いてなかったんだけど、やっぱりね、世界が許さなくなったんでしょう。だから国内事業は本当はね、延期できないんだよ、実はね。だけど、病気もクソもないんです。例えば東京が何とか打って土日休めとか、わけのわかんない小池さんが言ったとかね、いろいろ言ったけど、そんな問題じゃないんです。今小池も、小池百合子の方よね、赤い口にはダメ、あれは問題外だけど、緑のたぬきぐらいだったら、ちょっとね、容認してみんなで協力するべきは元自民党だし。だからそこも考えて、僕らがどういうふうに生活をしたらいいか。直接ね、例えば給料もらってる人たちは関係ないかもしれないけど、お店は厳しいよ。本当に人いないんだもん、本当ね。あれじゃダメだなっていうことで、もう今今後もね、ちょっと考えていこうと思ってます。さあ、ということで今自宅に戻りました。小坂さんを、ホテルに行きの、タクシーに乗せましたね。本当は一緒のホテルにね、泊まってね、いろいろやってあげたいんだけど、そうもいかないので、あ、関係ない話も一つ、鶴崎で2軒目の温泉旅館ね、温泉旅館と温泉ホテル、ね、の、日帰り温泉行ってきました。で、いつも行ってるのは僕はニューグロリアの、鶴崎ホテルってところですね。ここは500円でタオルとか全部貸してくれて、ヒゲ剃りも、要するに何だろう、全部あるんですよね。で、今日行ったところは380円で、タオルは100円、ね、バスタオル、フェイスタオルは200円、高いでしょ。だから借りなかった。ヒゲ剃りも何にもない、歯ブラシもない。うん、ただ一つ言ってるのは、マッサージチェアが無料であるとかね、どこも何とも言いようがないんだけどさ、同じような値段にして、同じような内容で勝負してほしいなと僕は思いましたね。でもね、そこ行って、そこでゆっくりまったり2時間ぐらい寝て、横になってマッサージやって、テレビ見て、それでネット見てってことを過ごした。ただね、一つニューグロリアに負けてることが1個だけあるんですよ。そこのホテルの最大の欠点というのは何か。そう、ネットが弱い。
もうすごいストレスでしたね、だからネット通じるんだけはしてくれないと、やっぱりみんな行かないんじゃないかななんて僕思ってますね。そこだけが問題ね。だからネットの環境が良くないと僕たちは何にも仕事もできなくなってるのが今の現状でしょ。だからラジオ盤石だって上げられないんですよ。だから今これを収録して、まあ1時ぐらいまで全部収録するね。でセットアップしてから何をするかっつったら、一番大変なのはこれからアップロード、朝の、そうだな、何時頃までだろう、6時7時ぐらい、もっとかな、8時ぐらいまでアップロードしますよ。ね、そして皆さんの手元に届くと。ね、で今ね、4G とか 5G って言ってるんじゃない、6G とか。俺、2G でアップしてんだよ。アメリカのやつを日本で無料使い放題にしてるから、2G。もうすごいね、昔のニフティみたいな感じですよ。ニフティごめんなさい。だからそんな中でね、こうやってね、一生懸命アップしてるってことをまず、ね、考えたらすごい労力でしょ。ね、動画もアップしました。一般のすごくいい会社の中で動画も見てください。もうね、マジックの動画とかね、上げてライブ配信の練習もしました。とにかくコンテンツがいっぱい上げていきたいです。こんな時世だから無料でね、見れるものもアップしていきたい。いろんなことを考えた時に、さあみんなどうしましょうかねっていうことですよね。動画いっぱい撮ります。撮りたいものもいっぱいあるんで、それもお話だけじゃなくて、もう映像としても撮りたいものがいっぱいあるんで、明日以降からね、収録頑張ろうかなと思ってます。何を言ってるでしょう。まあいいでしょう。そんなわけでね、今日も一生懸命こうやってやってるんですけど、さあ皆さん、どうですか、このコロナの影響。ね、コロナなんかラジオ盤石でぶっ飛ばせって言いたいんだけど、簡単にぶっ飛んでくんないのが、人間の固定概念、既成概念。やっぱり僕たちがやっぱりこうやってね、やってる時にこのコロナ死んじゃうんじゃないかと、いろんなこと思われてるの。こんなことないのに。ね、そこも考えてさ、やっぱ風評被害の方が大きいから、これなんとかしようって気になんない？やっぱ僕はね、嫌なんだよね、ほんとね。だからこんな被害の中に負けてたら絶対いけない。だからそういう意味も含めて、頑張りたいと思います。あれ、なんか今止まってる。なんで？おかしいの。開始になって6分で止まってる。まあ、ラジオだからいいでしょう。適当にやりますけど、これ止めとこう。アップリセット。やりました。大丈夫かな。まあ、ゆっくり見ると今7分ですね。あと3分ぐらい話せます。それで、まあ、いろんな話しました。それで、あと、ジェットスターっていうね、飛行機会社があって、これがね、なかなか便利不便あるんだけど、昔は朝出たったんだけど、今ね、昼のやつが出ました。これで僕ね、多分20日か21日に行くんじゃないかな、東京。で、成田で1泊するか、上野でするか、大井町でするか分かりません。とにかくあっちの方で1泊をして、その上で、まあ、みんなとね、会って、東京イベントは終わってからかな、それとも先なのかな、何かやって、みんなと会って、みんなにいろんなものをね、ちゃんとおすすめしてやろうと思ってます。なかなか簡単ではないけど、ちょっと皆さん誘って、こんな時だからこそモデラートで会おう、こんな時だからこそどこで会おうっていうイベントにしたいんです。ね、それこそ東京ビジネスホットにも泊まりたい。もうね、あそこの大浴場にも行きたい。で、田島さんに協力してもらって、満員にしようじゃないかと思います。もしかしてみんな私たちと一緒にマジックのイベント出たいとか出たいかと言ってみてくださいね。本当、ひょっとしたらさ、居酒屋選手権もやろうかなと。居酒屋選手権だ、イタリアンレストラン選手権なのかな、そういうのもやろうなんて思ってるので、皆さん、ちゃんとね、参加してください。安く飲めるところいっぱいあります。だから、とにかくこのラーメン屋、ね、鶴崎のラーメン屋とバー43はすごい。これをもう感心してます。皆さんも一緒にここで飲みましょうって感じですね。クイーンビーも来てくださいよ。クイーンビーももう熱いです。今ね、若手、大津みなみ君、20代ですが、頑張ってね、いっぱいマジック見せてくれまして、明日はね、パドルムーブの、ね、動画を撮ろうと思ってるので、皆さんね、これはね、来てください。パドル面白いですよ。私のパドルは普通の人のパドルと違います。だからそこも含めて、皆さんに享受しようかなと。ラジオマンジャックなのに、マジックの話したり、いろんな話してますけどね、困った時でもラジオマンジャック、ね、鶴崎初のラジオマンジャックです。困った時のラジオマンジャックって、困ったな、なんか困ってないんだけど。そんなわけでお腹いっぱいです。これ撮ったらアップロードしつつ寝ようと思ってます。で、明日は大阪さんと昼過ぎぐらいに会うのかな、わかんない。昼晩どっか食べるかもしれないし、みんなで一生懸命頑張ってね、このあれを乗り切ろうと思ってます。明日も、クイーンビー行きますよ。みんな来てくださいよね。遊び来てくれたら一緒に楽しく、会話もできるし、マジックもできるし、いろんな貴重な話ができます。私の体験から来る、人生経験からいく、この疾病対策もいっぱい皆さんにお話ししたいと思います。なんと言ったって、僕はもう世界中でいるところ、特にすごかったのは、アメリカの病院にね、入院して、肺炎でね、肺でね。それと、肺炎なのに、熊本じゃない、あれはね、鹿児島公園かな、原博君とやったりとか、アンドリューとね、いろんなことやってます。もう本当、死ぬ思いでマジックやってきた人間ですから、多分参考になるんじゃないかということで、お時間が来ました。さあ、それではまた皆さん、また明日、このアップした後、また明日もよろしくお願いします。
この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。